久保さん。まあ、腹の内は分かんないですね。腹の内は。今回どうしようかな。顔にしましょうか。顔。顔って、うーんと、裏の顔というかね。あの、なんだ。えー、っと、名前な、な、名前なんだっけな。なんかあの、ちょっと名前浮かんでこないですけど、名前というか、あの、つ なんだろうな顔色うかがう。うん。愛想がいい。うん。八方美人。あ、八方美人だ。八方美人<笑><笑>なんかあの、都合がいいっていうかね。いろんな顔を持ってるとかね。なんかまあまああるじゃないですか。で裏の顔ってわかんないじゃないですか。その人がどう思ってるのかとかね。本当はどう思ってるのかなみたいな。ね。デートに誘ったけど、 俺のことどう思ってんのかなとかね。その、お <laughs> いしいってご飯食べてんだけど、俺のことどう思ってんのかなみたいなね。<laughs> わかんないですよね。うん。だから、まあ、ネットビジネスの情報発信をね、こう聞いてね、久保さんの話とか僕の話聞いてね、いや、本当かなみたいなね。どうすか。<laughs> でもね、これ面白いことで、まあ、僕、東京にいたときね、まあ、久保さんもまあ、あれかもしれないですけど、東京のルノワー,ールはね、 ネットワークのね勧誘すすごいんですよ、ま、ずどこもかしこもネットワークやってるみたいなね <laughs> で。であのー、対面じゃないですか。で対面でちゃんと顔と顔をね合わせてるけどね大丈夫かなみたいになるわけじゃないですか。だからリアルに目の前に顔があったとしても疑うんですよね。でこれ何で疑うのかっていうと結論そのなんでそのあーなんだあー そううなななるのかかっていうと自分に経験がないからなんですよね例えばね月収100万円稼げますよって言われるじゃないですかじゃああなたがネットビジネスでもはや今あの月収100万ブログアフリエイトでも何でもいいんですけど、まあ、メルマガアフリエイトとかねあのあなんだコンテンツビジネスとか、まあ、ネットを使って100万稼げてるとするじゃないですかで100万稼げますよって言った時に疑います自分で稼いでるのに <laughs> ブログアフリエイトは100万稼げますよって言う,言,う言うじゃないですかでブログアフリエイトで100万稼げてるとするじゃないですかそこに疑いの余地はありますかだって自分で稼いでるわけですから <laughs> これ何でかっていうと自分の現実自分の常識とあーミスマッチしてるからですよねその情報がどうですかパソコン1台で稼げますよって言われたらもう本当かなってなるわけじゃないですかでそれは自分の現実をミスマッチしてるからですよね 自分の現実は、それを人生の中でね、パソコン一台で稼ぐなんていう、一度も経験したことがない。一度も経験したことがないように、本当に稼げるかなっていう。うん。そう。なんだろうな。あの、直近でね、ちょっと報告いただきまして、あの、15万ぐらい稼げたっていうね、ご報告入れて売れましたっつってね。うーん。あの、1日、まあ、プロモーション、まあ、コンサルちょっと入って、 くれてる人なんで、すけど、まあ、プロモーションこうやってたんですよでプロモーションのこあステップメールとステップ動画、あと、あ細かいリテイリングですよね。で、それで、まあ、1日、昨日か、昨日1日限定でそのプロジェクトを販売したんですけども、えー、なんだ、えー、5名ですか、うん。で、売上で15万か。単価が3万なんで。で、どういうメッセージが報告できたのかっていうと、 あのー、こんなに来ると思わなかったですと来ても1名ぐらいだと思っていましたみたいな <laughs>、うん、でももうこの結果を自分で得てるわけじゃないですか借金もあるしみたいな感じで、うん、じゃあ15万稼げますよっても,もし僕は言うじゃないですか15万稼げてるやんって話で <laughs>、うん、だけど面白いのがこれね、あのー、ここでメッセージ頂い,いてるんですけど まあ今回そのプロジェクトでこう売ったんですけど、まあ、売った後こう運営できるかビビってますみたいな <laughs> 売る前売れるかビビって売れた後これ運営できるかビビるみたいなね <laughs> まあこれは何でビビるのかっていうと運営したことがないからですよね今まで自分がこういうなんかプロジェクトみたいな形でやったことないしあのそれを運営したことがないとで僕がアドバイスしたのがやること一緒ですよっていう <laughs> 去年、去年、ズームであの相談会やったのと一緒ですよっていう作業は別に。ただ、プロジェクトという形にしたけれども、やることはお客さんの悩みを聞いてただ寄り添うだけですよっていうのをお話ししましたけどね。やっぱね、経験がないこととか体験したことがないのっていうのは不安になるし疑うし怪しいと思うだろうし。だけど僕と久保さんはもう経験済みだし体験済みだし、 で、実際にその結果が出てる熟成さんだったりとか、まあ、僕もね、直近でこれメッセージ来ましたけども、やればできるんですよ。別にこれ稼ぐ系じゃないですからね。うん、全然違いますよ。うん。そう。まあ、ある業界、ある業界で、まあ、10年以上働いていて、だからお仕事ですよ。あなたもね、仕事10年もやってるんだったら、その、その職種で、 あの経験したたことをただ教えるってですまあシンプルに言うとね自分があなたが10年ぐらい仕事してたとするじゃないですかある業種ででその業種で10年やっていた経験をもとにこれからその業種に入りたいっていう人に対してアドバイスするっていうサービス内容です <laughs> だからなんだろうな会社で言うならば新人の後輩にアドバイスするのか 一般の人にアドバイスするのか、その違いです。で、会社、会社間の後輩にアドバイスするのはね、まあ多分無料で教えると思うんですよ、大体は。で、その一般の方に教える場合は、有料ですよ、みたいな話ですよね。うん。それはそれだけです。<laughs> そう、だ売れるんですよね、ちゃんとやれば。うん。そう。だ前もね、なんかそのギター、趣味でギターやってる人がいてね、 吉田さん僕なんか売れないですよみたいな。ヤマハとか行ったら、いや、プロの人が DVD で、そのなんか売ってるし、僕、趣味でやってるだけですよ、ギターみたいな。いやう、大丈夫です、売れるんでやってみてくださいみたいな。<laughs> で、分かりました、じゃあ、まあ、価格500円ぐらいでいいんで、売ってみてくださいよと。500円だったら別に売あの、あんまりあれでしょと。そんなにマインドブロックないから。で、30本ぐらい売りましたからね。 で、それは、なんで売れたかっていうと、一応、趣味でギターのチャンネルやってたんですよ。で、ある程度、ちょっと再生数も、うん、なんだ、2、300かな、100か、ちょっと忘れましたけどね、前なんで。でも、ある一定のね、チャンネル登録も100人ぐらいはいたかな。だ要は、ある一定のアクセスはあったわけでしょじゃあ、やってみてくださいよって。だって、あるんだから。まあ、それが再生数ゼロで、チャンネル登録ゼロだったらさ売れないでしょで、僕が提案した理由は、ある一定を見てくれてるわけですから、 でそこにただぶつけるだけなんですよ。ギターの上達講座みたいなね。で30本ぐらいで、吉田さん売れました。みたいな <laughs> こんな僕のやつでも売れるんですね。みたいなね。うん。そう。これや,やらないとやっぱ分かんないですね。うん。久保さんもね、赤字垂れ流しの麻雀店のおっさんの話のセミナーですからね。<laughs> まあそのコンセプト形は違うけどねマージャン店で赤字,な赤字を出す方法セミナーをやってたわけじゃないですからね <laughs> うんでもベースとしては火の車なわけじゃないですか現実レベルとしてはマージャン店がそんな人の話を聞きに行ってるわけですよねまあもちろん話す内容は違うけどでもこれやった人しかわかんないんですよね自分でも売れるんだとか自分の なんだ話を聞いてくれるんだっていうねこんなんでも聞いてくれるんだっていうだからやった人しかやった人その先にしかわからないしうんだから顔色を伺う前にねあのー、自分の顔作れた話ですね自分の名刺作れた話ですね情報を発信してうんうはいいってらっしゃい